七局地は、静岡県菊川市にある池。大井川用水の調整地として利用されており、貯水量は、最大十九万七千立方メートルに達する。なお、大井川用水の供用が始まる前は、池周辺地域の田畑を潤すため池として、使用されていた。このような経緯から、周辺の百五十二ヘクタールの農地に対しては、大井川用水とは別に、内田用水として、 毎秒0.31立方メートルが割り当てられている。池の周辺は散策などが楽しめるよう整備されている。大井川用水は樹液地が広範囲に及ぶため、調整地が各地に存在する。大井川用水の菊川う岸幹線の場合、静岡県菊川市に所在する池ヶ谷池を経由し、7局地に流れ込んでいる。一旦7局地に貯水されることで、 その水量を調節している。その後、七局地を経由して、静岡県掛川市に所在する大見が谷池に流れ込んでいる。江戸時代から1965年前後までは、ため池として利用されており、周囲の田畑の灌漑用に利用されていた。しかし、当時の貯水量は5万立方メートルに過ぎず、現在に比べかなり小さなため池であった。その後、 大井川右岸用水事業の本格化に伴い、七局地はこの用水の調整地として活用されることになり、3年間かけて拡張するなどの工事が行われた。これにより、貯水量は4倍程度に増強された。池の名前である七局の由来については、池の形が入江や半島で入り組んで曲がりくねっていることから、名付けられたとの説が唱えられている。ありがとうございます。